はい、オッケーでーす。自分のペースで。ああ、そうか、インカムがないんや。おお、すげえ普通の道。わすげえジャンプできるやん。めっちゃ道いろいろあるっすね。先一本あったっすよね。あれは違うっす。これ3本かきかったやつな。おー、こんなのもあるんや。それ一回止まるわ。はい。どれやったかな。もう一本先かな。はい。これが大宮やったかな。あ、これ、あ、これ、これこれが早速生かされたって。生かされた。はい、岡田さん。どうやったかな。どうやったかな。左が入ってくるか。はいはいはい。なんかでもその先ちょっと止まったとこあるじゃないですか。そこの手前に一本入るとこあったような気がしましたけどね。多分ないですからね。ちょっとこれなら行く前に入るんで覚えてるでしょうし。これ青の道やん。はい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 。すげえな、これいいな。あ、これやったかな。この辺ですよね。なんか入るとこありましたよね。これやったかな。これか。これこれ。これはい、これちょっとさすがに。あ、これ、これやったかな。これ違ったかな。あ、でも道っぽくなっとるっすね。これや、あ、これや。はい、はい、了解。スリンド本格ハロハブっとるわ。好きなのはどうですかね。ないですかね。ちょっと見るわ一回。はい。一回見るわ。見るわ。これだと思ったんやけどな。
ないんすよ。あれ怖い。これでも初心者に案内します？え？これ初心者に案内は多分せんと思うんですけどね。いや、こんなんじゃもうちょいなりやっちゃってって。そう思いますよ。結構だってこれ難易度高い沢っすよ。そうやよな。はい。これも偉いよな。いや、多分ちゃうっす。これは偉いと思うんすよ。言うたでしょうか。はい。あ、そうやな。これじゃなかったから、なんか角があったのかな。はい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 。どこで言うたでしょう。そうっすね。岡野さんは、岡野さん、そこで U ターンした方が多分楽っす。先行して見てきますね。あったっす。すぐそこっす。あった？はい。あー、これだ。これもう一個してたわ。道があったっす、普通に。あった？はい、普通に道でした。だいぶ苦労しそうわ。あー、苦労するんちゃうんすか、しょっぱな、これは。体の暖気になるっすよ。お、来た来た来た。でもなんだかんだこけずに行きましたね。そうだよ、もっとでな。ねえ。おっさん、上辺。あらいけ。でしょうね。でしょうね。何もせんでもだって、多分この冷えなら痛いのに。ちょい行って橋越えたらもうそこっすね。あ、そうか。はい。橋越えるとこっす。もうちょいっすよ。あ、これか。あ、この次っす。あ、これ、それ、あ、これか。これっす。完全にこれっす。どう見てもこれっす。これやな。はい、どう見ても。思いっきりあるやん。はい、思いっきりある。ただの道でしかない。
じゃないですか、こんだけ広いなら。あ、これかも。あ、これや。はい。さあ、岡田さん、難問っすね。そして林さんはちょっと腰がやばい。あ、そうやそうや、これな、そうや、気があるもんで、カーカー行ったやん。あー、なるほど。気持ち後ろ下がって前タイヤが気に当たるまで下がってください。そう、そっから立ってケツ抜いてボインって両足気に置いてもいいっすよ。キーキー、もうちょい前まで走ってキーを両足に置ける位置まで行って立ってボインと。はい、そうです、そうです、いい感じです、いい感じです、そんな感じです。あ、これ切るわ、長編。はい、了解です。取るわ。わー、ノコギリ持ってきたらよかったね。どんなんす、ボギーちょっと行きますわ。あ、長編、これこれ、これやわ。あ、ちょっときついな、浮いとるもんな。だけどもう切れとんねん、今日の切れとるっすね。あ、いける。ちょっと待ってください、そっから行くわ。これこれどっちか行くか。どっちですね、こっちが奥に。よいしょ。あ、いけんじゃん、もうちょい行ったら。多分全然。うわ、俺から寒いとこ行ったったやん、ほんのやったら。そうっすね。清と行った時多分来れないって。あ、行けるやん。なんで今日へん行ったやんけ。おい、どう、おかれちゃん楽しい？え？待って、ハードハード。これくらいやるやろなもんだろ。ただ、そうですね、これこう行ってここをこう登っていく感じですね、岡田さん。そうそう、俺こう、俺この前清田家でこっちから来たんさ。すごいですね、これ去年からあるんやで。マジっすか。うん、とりあえずここまでは直線なんですけど、こっからこのクランプっすね、ここをなるべく行って、はい、もうこの辺ぐらいから、うん、直線にここの間をタイヤ抜けていくイメージでこう行って、そうで、ここでも曲げてしまうとリアタイヤ引っかかってここで落ちるもんで、ここでここにもう乗り上げるイメージ。そしたらここで止めてしもたらハンドル切ってこうやって下がってこれるんで、でこう行けるっす。レクチャーしとるやん。俺これ出会う寒いやわ。いや、林さん、はじめはできるようになってもらって沼に落とさんと。なんで岡田さん的にはこっからタイヤをなるべく切ってこっち側を通れるようなイメージか、それかもうこっちから上がるか、どっちでも行きやすい方でいいんですけど、これ多分ハンドル切って切って曲がらんようやったらもうそっから行く方が楽っす。大丈夫っすか。このあばら痛い状態で来たの。無理はなしっす。お母さん、まっすぐも来れるよ。
たい方向に向いてハンドル向いといて、もう後ろケツしっかり座っといた方がいいですよ。ケツドラクション抜けてしまうんで。そんな感じです、そんな感じです。進まんなと思ったら少しだけ後ろにタイヤ下げて、リアタイヤが石に乗っかったんですよ、そこの。そうなん、それをちょっとのけて、ポーンって。それにアクセル入れるとピボットターンみたいに、こうやって僕がようやってるやつになるんです。よいしょ。はいよ。はいよ。はい、オッケーです。で、これさ、ここで乗ると高いやん。うん。これでもうちょっと下がったとこ行ったら、自分が乗るの偉いで。そうね。もうちょっとこう、あ、クラッチ握って行った方がいいんじゃないですか。そうそう、クラッチ握らないからギア入っとうで。重たいもんで、そしたら、勝手にホワインって込んで、そしたらその辺からもうキックがけだったら、上がりますね、息が。行った方がいいかな、もう。もう行った方が。飛ばないかんで。そう。うわーっと戻るやん。うわーみたいな。いや、相当したぞ。え？多分これからやるんやろな。そうやろな。これはどう中やるな。ライン的にはここ狙うような感じが一番スマートですかね。これがさっき上がらへん。ああ。はい、木もあるな。これもさ、さっきの最後。後輪が超えるまで我慢しないから、まあ、前輪が超えて止まってんやん、びっくりして。後輪が行きたいとこ超えるまでは我慢したら、ほんと前がここやけどさ、タイヤが上乗るもんでさ、だからそんなとこ降りたね。そう、そこ行くと大変なんですよ、そっからスタート。で、岡田さん、そっから超えようと思うと大変やもんで、ちょっとまた下がってもらった方が勢いバイクがつくもんで、それは勢いで超えれるんですよ。あー、惜しい、あー、惜しい、あー、惜しい。あれよ、向き変わってきたよ。ハンドルこっち切って、ちょっとそん時は座っとかないか。はい、はまってしもた。うまい、うまい、うまい、いい感じです。あ、それをクラッチ使って、そうすると力いらんのっすよ、ブワインでいくもんで。浮くわと思ったら、せいってこう、蹴ってこう、蹴ってバインとした時にパンって離すとグインって、そう、ほなバインバインでグッて下がった時にポンって切ったりと、よし、これはもう一回の音押しましょうか。ちょうどハマっとるわ。ちょっと待って、ここが、いいよマジですか。今こうやってやってちょっと下がっていったんですよ。そしたらもうキュッて、ここから行こうと思うとすっごい力いるんですけど、ここからポンっていったらタイヤこう前に買い取るもんで、ニュルンっていくんですよ。あ、これも買い取ったんですね。そう、それ買い取った後なんです。あんな感じ。基本ちょっと詰まったら、基本ちょっと詰まったらもうそこで一回やっとっても一緒ですよ。